えー、実はなんかあの韓国人のボアとかいうのが大好きな、えー、高柳克弘系列の女もしくは男が、えー、私に絡んできたっていうのがあります。ですが、えー、私は韓国人の人間それからお味噌汁がどうのこうのって言っているそのインターネットオタクは嫌いですので。 ですので、今から見たがってるってことは、国葬を前提の再審請求に参加したいんですかね、この人ね。あの、えー、日本の国は、あなた方韓国人の連中とは、えー、もう一線を隠してると思いますけどね、私自身は。思ってます。ですので、そこに金が流れてってるのが、えー、東京海上日動の高柳和弘グループ、もしくは AU の KDDI グループの高橋和弘グループであるならば、それを回収してもらいます。三井住友会場にね。あなた方が委任した弁護人の連中は、え同じ東京会場グループなので、高柳和弘が AU なのか、それとも東京会場なのか、わかってると思います。えそれからえ、どうせ絡むんなら、あの、えっ、ー、と、なんだっけ、田中みなみとかいう女は、あの、私、 レズじゃないんで私はジャンセン・アクルスが好きだって言ってますよねで。将来結婚するのはドイツ人かフランス人。まあ最初フランス人だと思ってましたけどね。なぜならカロオス・ゴンが金持ってっちゃったから。だから請求する理由があって、えー、行政裁判を山田美保子ってズングリムックリのデブのおばさんが、あの、 えー、私だと少し的とお金を別、えー、トで上げてたんではないかなと思いますけど私自身が目が特徴的ですので違うなっていうのが分かったんじゃないでしょうかね。えーまあ、ですから、えー、山沢美穂子も含めたその、えー、保険金詐欺に関しては、えー、私がその別トで請求をかけてるものを、えーまあ、三井住友海上は本人であるっていうのだけで。 あの、自敗者みたいに回収できたんですよ。私を一緒にフォローしたら。誰かと結婚するっていう前提の餌をぶる下げたら絶対、あの、川崎のぞみの側につく男ばっかりでしょ。そんなことしないで、えー、お金の昇給として考えたらこんな大穴はあげなかった。え、もぎな子にちゃんとフォローする弁護士の資格を持った、えー、誠実で、 私に払うっていう、その怪我の治療も、えっ、ー、と、まあ、こういうふうな状況になってる場合は、医者を探すのが、あの、面倒なんですよ。あの、15センチも離れてるからね。それを縮めると、10センチ以上の、あの、足の長さの落差が出ちゃう。転倒しちゃうでしょだったら、装具で、ついがなく、ないような、ちゃんとしたものを作りますから、ということを、 あなた方はやるべきだったんですよ。ところが、この、出てきた弁護人全員が、ゾ力リキノリも含めてね、自分の女房で、あの、それが商品だと。茂木直子じゃなくて、えー、自分の女房が請求できるよっていうことを、間違った情報操作をしたために、損保ジャパンは大穴,大穴がこれから開きますよ。うん。 あの、もぎなおこにちゃんとお金を払う人っていう形で前提にした本人じゃないとって、足の後遺障害金で争ってるんだよっていうのは、書面見りゃわかるだろう。トーマス・ジェームス・ホワイト。それから損保ジャパングループ。えー、ッ力フィナンシャル・インシュアランス・カンパニー、マリオ・グレコ。それを、金髪の女房でもいいぞ、俺は払ってやるぞってやったら、あの、日本の国が大穴が開くと、あなた方は損保ジャパンの犯罪だとして、あの、片付けられますよ。 だって、模擬直子は、犠牲の日本人だし、それから、え、総科学会員でもないし、日蓮でもないし、そして、クリシャンだけど、洗礼は受けてない。で、顔も、え、ま、こういう顔立ちだから、ま、実際的には、えっと、ま、60なんだけどね、今年。でも、30代の女が請求しようと思ったらかけられるかもしれないと。でも、本人の顔も識別もわからないで、怪我の、ほら、顔のね、 あのえー、眼科吹き抜け骨折が最初に認定されてるなーって言ったら、そっから認定の顔の判断したらどうですか黒目比率が高い。それから、えー、天然の二重です。それから、G カップです。そんなものと美味しいところだけあの寄せて、これがもう稲子ですっ,つって請求かけたら、お前詐欺になるだろう。ん <laughs> 詐欺になっちゃうんだよ。うん。あの、怪我の行為障害金で争ってないのお前ら。 おげんやなのに。だから、あ、左側だけ眼下吹き抜け骨折と顔面骨折があるねって、それだけで顔の判別だったらつくんだよ。うん。鼻が、もう、こっちがバーンと4万2千トンパーで叩きつけられて、鼻も骨折してますよ。見ればわかるだろう。XP 見て。それを書き起こすのが損保ジャパンじゃないの。それを自分たちのパートの女で請求をかける。それから、 子供もいる、あの、50代のババアで請求をかける。そんなことはできない。じゃあ、独身の50代のババアで請求をかける。怪我を負ってないだろ、それ。だから詐欺になっちゃう。詐欺罪が立件される。えー、橋本正幸みたいに。橋本正幸は、えー、三井住友海上代理店橋本、もしくは、愛用日清道和損保の代理店橋本。 だから、アイオイのグループの主犯格である。そして、アイオイは、早くから、モギミツオのサポートをしていた。アイオイ日清ドア損保のプリウス。そして、アイオイ日清損保側の、え、東京会場の、えー、日産の系列の、えー、損保ジャパンの代理店を使った詐欺。 だから、えー、川崎のぞみは坂本望で坂本義家そして坂本恵坂本望ってたくさんいるんだよだから414ともある一人の女が一気に出したわけじゃない私の怪我の後遺渉外金の XP を使った坂本勇お前の犯罪だよ堀口勇堀口靖志お前の犯罪だ、まあ、首を洗って待ってなさいよ え私のフォローするなら、最初に払えって誰かしらが言った方が良かったのに、誰もいなかったんだよね。<laughs> うん。この責任は、腹乗り行きに全面募集、腹乗り行きに全面的にぶつけてあげます。任意保険は、本人じゃないと争えないってことを身にしみてないみたいですからね。 えっと原野隆樹さんもしくは鈴木久人さんは昼川の交差点の、えー、300坪ぐらいある、えー、積水ハウスの豪邸建ててますね積水ハウス時点で私があって目に留まりましたよ。鈴木っていう人間が住んでるなともしくは清水って表札が立ってるってことは清水幸雄を使ってその豪邸を建てやがったなっていうのは分かるんだよ。 うん、私はフライデーの記者だからねクロートくろタイプだからさフリーライターっていうのはねだから徹底的に調べ上げるそれがご飯になりそしてそれが、えー、私の生活費の糧になるから私は茂木直子ですえー、就労は絶対しません、うん、生活保護に申請をもう一回出してみようかなと思う茂木光夫とその軽装をなぜ阻む鈴木久とそれから三井住友海上 言ってることとやってることがお前ら全然違うぞ。うん、うん。それから、えー、積水ハウスの豪邸に住んでるお前、鈴木久人もしくは原則之、お前だろうん。そんなことやってるから目立ってるよ。以上、茂木直子だ。